昨日ね、ちょっと今日一日、また、まばゆいね、嵐山が。すごいまばゆい感じで、よろしくお願いします。はい、渡月橋に来ました。水没した。渡月橋に来ました。これが動画に出してたやつ。これが動画。あ、そう。あの、この前。 もうここから写真、ああってなったの。なってびっくりしたもん、朝。ああ、こんな感じです。この前の時はさ、花灯の時はここ制限されてたから。いいですか。前のほら、イルミネーションの時、渡る方向、こっちと向こう、一緒になってて大変だった。いいですね。 何だっけ、カニマヨ、カニマヨです。美味しい。うまそうじゃない。間違いないです。湯葉あんかけうどんって感じ。え、あ、なんか面白そうですね。 結構値段は、うん、意外と手頃な値段だね。こういうシーズン並んでるからね、どの店も入れないからね。程よいですよね、この感じ。まあこういうシーズン道路閉鎖されてるからね。閉鎖されてるっていうか、あ、道路閉鎖、ああ、完全に。うん、あ、通れないから車が。 はい、お客様。はい、ありがとうございます。どうぞ。はい、お次の方どうぞ。はい、選んでくださいね。